全国都道府県対抗男子駅伝競争大会の表彰式を行います。演奏は河野重盛学長指揮による広島県警察音楽隊。司会進行は NHK 広島放送局アナウンサーの難波雅俊です。どうぞよろしくお願いいたします。本大会には株式会社大創産業に特別協賛を、全国生活協同組合連合会にご協賛を、デサントジャパン株式会社に特別協力を、シチズン時計株式会社、マツダ株式会社、中国電力株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社にご協力をいただいています。各社の皆様ありがとうございます。今大会は6位までは大会新記録という非常にハイスピードなレース展開が繰り広げられました。それでは表彰に移らせていただきます。天皇杯第25回全国都道府県対抗男子駅伝競争大会、1位に輝きましたのは長野チームです。どうぞ表彰台にお上がりください。ギラギラ8位ぐらいだったね。長野チームのタイムは2時間17分11秒でした。最初は天皇杯の授与でございます。授与いたしますのは日本陸上競技連盟横川博史会長です。それではお願いいたします。賞状とメダルの授与でございます。続きまして各杯優勝旗副賞の授与でございます。授与される皆様はお名前を申し上げましたら表彰台前にお進みください。授与されますのは日本陸上競技連盟会長杯を日本陸上競技連盟横川博史会長、中国新聞社優勝旗を中国新聞社岡畑哲也代表取締役社長、NHK 杯を NHK 上田良一会長、文部科学大臣賞、文部科学大臣賞状並びに文部科学大臣杯を日本陸上競技連盟友永義治副会長、広島県知事杯を広島県知事湯崎秀彦様、特別協賛者賞を株式会社大創産業代表取締役社長矢野誠二様、特別協力者副賞目録をデサントジャパン株式会社代表取締役社長小川範夫様、以上の皆様でございます。皆様ご準備はよろしいでしょうか。それでは皆様同時にお渡しください。
授与者の皆様ありがとうございます。席にお戻りください。なお大創産業様から贈られる特別協賛者賞のトロフィーは広島市立元町高校普通科創造表現コースの2年生4人でデザインしたものを広島出身の陶芸家吉野俊さんに制作を依頼し、広島平和公園にある原爆の子の像に手向けられる折り鶴をもとに釉薬と調合して作られました。優勝の長野チームの皆さん、おめでとうございました。席にお戻りください。それでは引き続きまして2位の表彰でございます。第2位は兵庫チームです。どうぞ表彰台にお上がりください。兵庫チームのタイムは2時間17分28秒でした。2位の兵庫チームには賞状並びにメダルが授与されます。授与されますのは日本陸上競技連盟友永義治副会長です。兵庫県チームの皆さん、団長にお願いします。それではお願いいたします。授与でございます。授与されますのは広島市長杯を広島市長松井和美様、特別協賛者賞を株式会社大創産業代表取締役社長矢野誠二様、特別協力者副賞目録をデサントジャパン株式会社代表取締役社長小川則夫様、以上の皆様でございます。それでは皆様、同時にお渡しください。授与者の皆様、ありがとうございました。それではお席にお戻りください。改めて2位の兵庫チームの皆さん、本当におめでとうございました。それではお席にお戻りください。引き続きまして3位の表彰です。第3位は埼玉チームです。どうぞ表彰台にお上がりください。埼玉チームのタイムは2時間17分34秒でした。3位の埼玉チームには賞状並びにメダルが授与されます。授与されますのは日本陸上競技連盟友永義治副会長です。それではお願いいたします。続いてメダルの授与が行われます。
長ありがとうございました。続きまして3位の埼玉チームに各杯副賞の授与でございます。授与されますのは広島陸上競技協会会長、会長杯を広島陸上競技協会三宅勝司会長、特別協賛者賞を株式会社大創産業代表取締役社長矢野誠二様、特別協力者副賞目録をデサントジャパン株式会社代表取締役社長小川則夫様、以上の皆様でございます。それでは皆様同時にお渡しください。授与者の皆様ありがとうございました。それでは3位の埼玉チームの皆さん、おめでとうございました。お席にお戻りください。続きまして4位から8位の表彰でございます。4位から8位のチームには賞状と副賞が贈られます。まずは4位の佐賀チームの皆さん、表彰台にお上がりください。4位の佐賀チームのタイムは2時間18分24秒でした。4位から8位の賞状並びに各賞を授与されますのは、賞状を日本陸上競技連盟八木正夫副会長、特別協賛者賞を株式会社大創産業代表取締役社長矢野さん、特別協力者副賞目録をデサントジャパン株式会社代表取締役社長小川則夫様、以上の皆様でございます。それでは同時にお渡しください。では続いては5位に移りたいと思います。第5位は静岡チームです。タイムは2時間18分36秒でした。それではお渡しください。静岡チームの皆さん、おめでとうございます。では続いて6位です。6位は茨城チームです。タイムは2時間18分41秒でした。それではお渡しください。6位茨城チームの皆さん、おめでとうございます。入場夜景を入場くなさい。続いて第7位、熊本チームです。タイムは2時間18分44秒でした。それではお渡しください。7位熊本チームの皆さん、おめでとうございます。では続いて8位のチームの紹介に行きましょう。三重チームです。それではお渡しください。